ということで始まりました。ありがとうストレッチ。今日も元気に行ってみよう。ということで今日はですね、日曜日さんありがたいですね。日曜日さん、さあ皆さんどんな日曜日さんをお過ごしになるんでしょうか。私も今日はとっても楽しく、今日ね朝からね、まあここのとこ本当5時起きさんがね続いておりまして、無事5時起きさんができるようになっております。こうすごいことですよ。これね、去年はね全く起き上がれなかった1年間通してだけど、今年になったらもうね、この言霊効果で私5時に起き上がれるようになりました。もう1月の頭からもうね5時起きさんが続いております。ありがとうございます。いや言霊効果本当すごいなと思っている日々でございます。さあありがとうストレッチ、早速始めていきましょう。愛してる大好きありがとうの言葉を使っていきます。さて、今日、まず一つご説明がね毎回入ります。昨日ですね、くるぶししごきまで行きましたので、その次はですね、ももさんを立てます。立てて、今右足ですね、左足を置いてももさんを立てたら、ももの裏をグイグイいたします。最近ちょっと順番はね入れ替わっておりますけれども、やり方はこんな感じ。ももの裏側ですね、真裏でございます。真裏さんを下から持って4本の指をグッて持ったらグイ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 ほぐす、はい、グイグイ、これも上半身使えない、ちょっとグッてやったらゆさゆさみたいな、グゆさゆさ、3、4、愛してる大好きありがとうで2回言って終了。もも裏グイグイでございました。グサッと刺して左右に揺する、これも上半身もこう使いながらやると上半身もほぐれます。はい、ということで今日はもも裏ゆさゆさんをご説明させていただきました。途中で出てきますのでやってみてください。はい、では早速本編の方参りましょう。本編ビフォーアフター、ビフォーとアフターをチェックいたします。最初はねチェックして、あとチェックするとですね違いが分かりますので、それが違いが分かるとボディの変化が分かるとモチベーションにつながりますので、いつもご自分でねストレッチやるときもいつもですね、あのビフォー、最初はどんな感じか、そして終わった後はどんな感じかっていうのをチェックしてみてください。そうするとね絶対変わってるんです。絶対変わってるとじゃあやろうっていう気にねつながりますので、はい、では4番の手、長座したら足を前、ちょっとシスター今日は遠いですね、これね日々違います。この足のふくら、辻元さん上側さんに指がございます。背中の位置もちょっと高いです。今日はねあの作業をしております。朝の作業しながらボールを踏み忘れていたっていうのがありますねはい、では膝裏の隙間も今日はちょっと大きいです。はい、ももの張りさんはどうでしょう。なるほど、こんな感じということで、ご自分のねボディを覚えておいてください。それでは早速スルーッと通していくとあっという間に終わりますので、一緒に声出しながらいきましょう。足の指さんからいきます。指さんを横に開いて縦に大きく振るところから、足指グイグイから入ります。愛してる大好きありがとうの言葉を2回言うと8カウントで、ほぼ8カウントですすって、後半骨盤周りをやるときに2、8になります。その時私がワンモアエイトって言ってきますので、そしたらワンモアエイトをやっててくださいはい、ではいけますでしょうか。少々お待ちください。はい、こんな感じで、はい、では早速いきましょう。指先足指グイグイから、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好きありがとう、ボディをやっと揺すってありがとう、お隣、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、お隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、手足握手、はい、足の甲を持って足先グイグイ、つま先グイグイ、せーの、愛してる大好き、これもボディを揺すってね、はい、愛してる大好きありがとう、土踏まず下側を押さえて足先をねじます、せーの、愛してる大好きボディごとねじって、愛してる大好き、くるぶしを持って振りますよ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きボディごと、愛してる大好き足首回します、せーの、愛してる大好きボディも使って肘も大きく、はい、愛してる大好き笑顔で反対回し、愛してる大好き
ありがとう。はい。愛してる。大好き。大きくね。はい、指を持っとって足振り。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。上下。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。足だけ振り。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。左右。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。足を置きます。右足さん、ふくらはぎ内側が出るようにセットします。左足さんは後ろ。はい、ふくらはぎ上からほぐします。きゅうりの塩もみ。せーの。愛してる大好き。ありがとう。はい、愛してる大好き。豆の笑みで。はい、きっかいさん、愛してる大好き。笑顔でどうぞ。内もも、あ、もう一回。大好き。ありがとう。内ももぐいぐい。愛してる大好き。体重かけて、ありがとう。内もも全面をほぐしておりますよ。はい、では、膝さんたちをひっくり返して、右足さんのふくらはぎ外側、どうぞ。愛してる大好き。これも体重かけてって。はい、愛してる大好き。笑顔でね。はい、今日はお膝を立てます。ふくらはぎ裏側さん親指でどうぞ。せーの。愛してる大好き。ありがとう。はい、愛してる大好き。笑顔で膝下ゴリゴリ。愛してる大好き。膝のグーグーでどうぞ。はい、愛してる大好き。膝上グーグーグリゴリゴリ。愛してる大好き。今度は膝の上です。はい、愛してる大好き。お皿周りゴリゴリ。愛してる大好き。ありがとう。人差し指のとんがったところでやっております。そのままもも裏ぐいぐい。今日やった。せーの。愛してる大好き。ありがとう。ボディを揺すって愛してる大好き。今度内ももゆさゆさがっつり持ってどうぞ。ありがとう。もも愛してる大好き。そもも外ぐいぐい。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。お膝を伸ばして、あ、違う、膝裏ぐいぐい。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。膝下ブラブラ。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。ちょっとずらして。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。ちょっとずらして。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。ナイス。はい、ではこの足を伸ばしてもも上ぐいぐい。愛してる大好き。ありがとう。笑顔で愛してる大好き。つま先お膝を内側にしてもも横ぐいぐい。せーの。愛してる大好き。痛い痛い。ありがとう。痛くてもいいです。愛してる大好き。ありがとう。ここワンポイント。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。ナイス。はい、くるぶししごき。左足さんのくるぶしをのけます。せーの。愛してる大好き。ありがとう。盛大にワンモアエイト。愛してる大好き。ボディも揺すって愛してる大好き。ナイス。はい、ではこの足を下ろして右足さんを後ろ、背筋を伸ばします。はい、左右のもも横ほぐし、骨盤をスルッと落とした大腿骨の付け根。せーの。愛してる大好き。ボディごと揺すってね。はい、愛してる大好き。ワンモアエイト。はい、愛してる大好き。笑顔でね。ワンメンの意味で大好き。ナイス。はい、背筋を伸ばします。骨盤転がし。左手さんを左膝の横、右手さん右のお尻、骨盤を大きく動かします。後ろから。せーの。愛してる大好き。ありがとう。愛してる大好き。ワンマイト。愛してる大好き。ありがとう。大好き。ありがとう。はい、では背筋を伸ばして左手さんを左の腰の横、右手さん右の腰、腰、肘、肩大きく回して骨盤ねじり。せーの。愛してる大好き。ありがとう。背筋を伸ばして愛してる大好き。盛大に。はい、愛してる大好き。ありがとう。はい、愛してる大好き。ナイス。お、片足終了、右足終了。いいです、ポーズ。じゃあ丸を作ります。ちょっとこっち側もねじりをね、ちょっと変えます。はい、ありがとうございます。バッチリ、いいです。あのね、本当にすぐ終わるね。はい、では両足を伸ばしてチェックしましょう。チェックタイム。右手さんをこちら、お、だいぶ背中が落ちましたし、手がかかとの方に来ました。はい、左手さんもだいぶもう行きましたね。あの、この結構下の方まで行っております。背中も終わりました。片足やるとね、でも左手さんと右手さんだと背中の折り具合全然違います。はい、ももの裏、うん、お膝さんも
の右膝様降りてきてます。膝のね高さが違うんですよ。全然やった方とやってない方とね。はい、左の、じゃあ右のももさんもちょっと平らになってる。わあ、全然違う。はい、とってもいいです。ではちょっと休憩、水分取ってください。水分はね、いつでも取ってくださいね。私もいただきます。さゆさんです、私は。さゆさん大好きでございますけれども、お茶さんも緑茶さんね、緑茶さんもコーヒーさんも大好きで、それから昨日からタンポポコ、タンポポ茶、タンポポ茶さんも導入いたしましたが、とっても美味しいです。あのデトックスにいいと聞きました。はい、では早速、左足さん行ってみましょう。おー、はい、左足さんセット。タンポポ茶さんデトックス効果ありありでございますよ。ちょっと楽しみ。さらにあの老廃物をねお出しになっていきたいと思います。はい、では両足伸ばします。左足さんチェックね、右手さんチェック、違うね。はい、では左足さんです。右足さんの上に左足さんを乗っけて、足の先、つま先、開いてのぐいぐいやるところができます。せーの、愛してる大好き声出して、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きボディごと、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き手足を握手。はい、握手します。足の甲を持って、足つま先ねじり、せーの、愛してる大好き声出しボディごと、愛してる大好き、では土踏まずの下側を持ってねじります。愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好きナイス、くるぶし持って振ります。愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き足首回します。愛してる大好きありがとう、熱くなってます。愛してる、熱い熱い、反対回し、はい、肘も大きく、大好きありがとう、ボディごと愛してる大好き、足振りどうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き足だけ振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、ボディインも揺すって、両手両足振り、チャレンジタイム、背筋を伸ばしてボディを後ろに伸ばして、で足を上げて手を曲げて、ツイートを振ります。せーの、世代に愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンマイト、背筋を伸ばして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きチョキなポーズでキープ、いいです、ワンダホー、はい、ありがとうございます、いいです。もうついでにここでね、背筋をぐっと伸ばしてください。上半身はちょっとねじっておりますよ、キュッ、いいです、できました、汗かいてきましたよ。はい、左足さんを置いて、ふくらはぎ、キュウリの足をもみからいきましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き結界さんどうぞ、愛してる大好き膝のちょっと上ですよ、はい、愛してる大好き内ももさんどうぞ、愛してる大好き内ももさん全体をボディを乗っけてゆすります。はい、両方の膝反対側にひっくり返して、左足さんふくらはぎ外側どうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、お膝を立ててふくらはぎ裏側親指で、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き膝は膝上ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお皿周りゴリゴリ、愛してる大好きありがとうナイス、はい、ではもも裏グイグイ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き内ももゆさゆさ、愛してる大好きゆすってください、愛してる大好き外ももゆさゆさ、愛してる大好きありがとう、両世代にゆすって、膝裏グイグイ、愛してる大好きグイグイやって、愛してる大好き膝下ブラブラ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、
ちょっと下にずらしてどうぞ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、このお膝さんを伸ばします。もも上ぐいぐい。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、つま先お膝内側、もも外ぐいぐい。愛してる大好き、盛大にここね。愛してる大好き、ワンモアエイト。愛してる大好き、ここ固めないようにね。愛してる大好き、ボディも揺すって、くるぶししごき。はい、右足さんのくるぶしを乗っけて、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモアエイト。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。このお膝をさん下ろして、左足さんを畳んで、もも横ぐいぐい、せーの。愛してる、腰横ぐいぐい、ありがとう。愛してる大好き、ワンモアエイト。愛してる大好き、ありがとう。大きく揺すって、愛してる大好き、ナイス。骨盤転がし、右手のお膝さんの外に右手、左手さんお尻後ろから前、せーの。愛してる大好き、ありがとう。盛大にこれ転がしてください、ください。ワンモアエイト。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、背筋を伸ばして骨盤ねじり、右手さんぐさっと刺して、せーの。愛してる大好き、ありがとう。背筋を伸ばしてワンモアエイト。はい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では両足骨盤転がし、マットさんを重ねる方は重ねてください。マットとかクッションさんとか座布団さんとかね、座骨さん、お尻の下の骨さんを守ります。背筋を伸ばして骨盤後ろ丸めて、愛してる大好き、ありがとう。丸めて伸ばして、ありがとう。ワンモアエイト。愛してる大好き、盛大に。愛してる大好き、結束は力なり。背筋を伸ばして骨盤クイック、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモアエイト。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、終了、いいです。さあ、あっという間に終わりました。この前の肘をちょっとねじってるとボディにねじりも入ります。で、ボディを少し伸ばす、ちょっと待って、ねじって伸ばして足を上げる。はい、いいです。はい、ありがとうございます。頑張った、自分とみんなに拍手、イエーイ、バッチリです。いや、素晴らしい。さあ、今日も、はい、両足をね、チェックしていきましょう。左足さん、やった方の膝の位置も落ちてますね。はい、どうぞ。おー、いきました。はい、右足さんもこんな感じ、だいぶ下りました。スタート時点このぐらいだったかな。ここからビフォーアフター、はい、ということで、素晴らしい、ありがとうございました。さあ、水分取ってくださいね。デトックス、水分を取ると老廃物流れます。ストレッチだと特にね、流れますので、ストレッチ前と後とね、いつでも水分とってください。さあ、ではシスターの告知さんも来週に迫ってまいりました。3月26日土�曜日14時と18時、会場は新宿区新大久保徒歩4分スタジオエヴァ、シスターのスタジオでございます。こちら、あのパントマイム専門スタジオ、日本で唯一のパントマイム専門スタジオでございます。専門劇場でございますね。はい、そこで私のいいですビデオ上映会ボリューム1、ひろみの日の字っていうのは、シスターの、東京マイム研究所という研究所で、パントマイムを学んでおりました。並木孝雄先生のもとで学んでおりまして、その2年間の修行を終えた終了公演をこちらでやりました時の映像がね、残っておりまして、奇跡的にその映像を見に、ご覧いただきながら、素晴らしいシスターのパントマイムをやっているところをご覧いただきながら、皆さん、シスターがトークも交えてね、お伝えしていくという素晴らしい企画でございます。すごいですよ。並木孝雄先生の卒業式の時の並木孝雄先生のコメントなんかもちょこっと入ってたりなんかしますので、ぜひぜひ見に出していただければと思います。さあ、ということで楽しみですね。はい、詳細は概要欄にも貼っておきますが、この QR コードさんをね、カチッとしていただいてもよろしいかと思います。はい、ということで、ありがとうございます。あっという間の、1週間。今ね、編集作業は私してるんですけど、まあすごいですねすごいなと思ってこれ伝説の公演ですよ、私としてははい、では
では楽しみにしておいてください。はい、さあということで今日もありがとうストレッチありがとうございました。あのね、このありがとうストレッチはまた、寒水木金と9時出てきます。来週、明日、明後日ね、明後日からやってますので、ぜひ明日の大阪か連休か、素晴らしいね、皆様素晴らしい連休をお過ごしください。はい、ということで今日も本当にありがとうございました。明日の大好きありがとうの言葉ね、もう口癖にしてください。頭の中でも流れるようなインナーボイスにこの言葉を染み込ませる、よろしくお願いします。はい、ではごきげんよう、ハバナイスデイ、良い一日を、ハバナイスデイ、チャオ、バイバイ、チャオ。